では続いて飛鳥先生、円盤屋の皆様こんばんは。質問です。ナチス姉ちゃん、通称ナチ姉は2人存在すると書いておられました。1人はペンタゴンの中に、ではもう1人はどこにいるのでしょうか。そして彼女はどんな役割を果たしているのでしょうか。先生、2つ質問が。いやー、まず俺、ナチ姉ってことは知らなかったよ俺初めて聞いた。そうなんですか。知らない間ね、みんな造語というか名前作ってくれてるんだね。ありがたいね。2人いるんですか。あの一応、はい、そうなってますね。はい、だからそうなってますねっていうことで一つ答えにしておきましょうね、はい、で彼女たちの役割というのは、闇の巫女だよね。巫女さんです、はい、だから女性なきゃいけない。で何を呼び出してるかっていうことですけど、地の底から何かを呼び出してるんだよ。地の底からね、何を呼び出してる。だから今現在ペンタゴンの地下の一番深いところにある空間がありましてね、そこには約12人の、シークレットガーメントというの、これは、有名なある財団も含めるんですけど、表の、こう言えばいいな、アメリカは実は3匹の蛇で構成されてるんですよ。蛇、蛇、これが絡み合ってるのね、3本が。アメリカを支配しているのは大統領だっていう人も、これはある意味正しいね。いや、議会だ、これも正しい。もう一つペンタゴンなんだよ、軍事、この3匹の蛇がこうのたうち回りながら絡み合ってるのがアメリカで、その最終的にペンタゴンに関する限りはこれ軍事で、これはね、民主党であると共和党であると関係ないんだよ。もうやっちゃうから、中国を陸に分化するっていうプランを持ってたら必ずやる、必ずやるよ、はい、それは大統領がどうのこうのじゃないんだよ。もうすでに計画があって、その通り動いちゃうんだよ。議会も関係ない、止められない、止められない、はい、だからその一番のキーパーソンの元の元の元は何だかというと、その巫女なんだよ。その巫女が地下から何か呼び出してるんだよ。地下ってこと大事だよ、いいですか、はい、地下にいるんだよ、地球の中にいるんだよ、そしてお写真発表されてますし、一人はね、そうでしたね、はいはい、あれDX、 僕はカラー版でご覧になった人には分かるんだけど、ある色をしてます。何色でした、もう言ってもいいと思うんですが、緑です。緑、深緑ですね、緑色ですよ。なんか瞳の色も